私たちを信じて。走れ、このまま逃げ切る。仲間を見殺しにしてもみんな前に進むことを選んだ。俺も彼らを信じるんだ。撃て。少し進んだところで馬をつないだら立体軌道に移れ。まさかあの巨人を生け捕りに。動きは止まったようだな。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間が稼げた。彼らのおかげでこいつのうなじの中にいるやつと会える。気候種、それとも超大型と同じ。私たちはもっと奥で待機。はい、予備も使う。野郎、コツをつかんできたみてえだ。あの女型巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。撃てー。体の一部の表面を硬質な皮膚で覆うことができる能力か。はい、葉っぱの用意だ。目標の手を吹き飛ばせ。お前はこの状況から抜け出すことができると思うのか。いろいろなやり方で部下を殺していたが、あれは楽しかったりするのか。お前の手足を切断しても大丈夫か。また生えてくるんだろう。びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、似合うぞ。方角は全方位から多数同時に。なんだ急に俺らを無視すんだ。無視だと？飛行士なのか。全員戦闘開始。メガタの巨人を失せよ。総員撤退。やられたよ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消するとは。死骸の蒸気で視界が悪い。信号弾の連絡に支障が出かねない。待て、リヴァイ、ガスと刃を補充していく。了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。メガタは食われた。だが、君は中身が食われるのを見たか。メガタの中にいた奴は今、我々と同じ制服を着た。我々兵士の中に紛れ込んでいる。再び巨人を出現させることもできるかもしれん。俺たち3人で目型の巨人を仕留める。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。我が班の勝利を信じてます。ごめんを。それまでに仕留める。捕獲などクソくらえ、今殺す。ここで目じめに死ぬ。落ちた。きっと仲間同士で信じ合ってるから可能なんだ。俺にはわからない。
俺のせいでみんなが。細かくしてか、食ってやる。離れろ。エレンは死んだのか。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。だといいな。そうか、お前はあの時のエレンの馴染みか。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。俺の判断に従え。俺が奴を削る。お前は注意を引け。友人だろ。エレン。メガタ。逃した。またお前に助けてもらったのか。娘が世話になってます。ペトラの父です。あなたに全てを捧げるつもりだとか。まあ父親としてはですね、嫁に出すにはまだ早いかなと思うわけです。まさかあんたにここまで追い詰められるなんてね。話してよアリ。僕たちはまだ話し合うことだって。もういい。もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。死なないことにかけて穴を開けた。退路を塞がれた。立体軌道で素早く出たとしてもその瞬間を狙われる。俺が何とかする。あの時
大砲不正だみてに。こんな時にいってやってるけど、まだ兄と戦うことを躊躇してるんじゃないの。仲間を殺したのはあの女でしょ。まだ違うと思うの。俺とも何か特別な感情が妨げになってるの。僕とミカサがあの穴と元の入り口から同時に出る。それじゃお前らどっちかが死んじまうだろうが。ここにいたって三人とも死ぬよ。なんでなんでお前らは戦えるんだよ。世界は残酷なんだから。すぐに全兵を派兵しろ。巨人が出現したと考えるべきだ。待て、動くな。家が変装ごっこはもう終わりだ。犠牲がいいのはいいが、死なねえ工夫は忘れんなよ。はい。動ける者は全員続け。目型捕獲班に合流する。巨人だ、巨人がいる。どうしてこんなところに。誰を塞がなか。には終わらせない。ジョー、エレンがこの下に。作戦じゃ巨人になるはずだったろ。とにかく助け出さないと。ジョー、手を貸して。エレン、お前ふざけんなよ。いつかお前に頼むって言ったはずよな。先にあいつを何とかしねえと。化け物をしのぐために必要なら人間性さえ捨てる。それができる者が勝つ。作戦なんて出番はないと思ってたけど、とんでもない。ここじゃこの間みたいにお前を食い尽くす巨人も呼べない。仲間よ、その絆にすがって失敗した。殺す。とにかく動け。綺麗事で終わろうとすんな。三つの女神の健在よ、我々の安泰を、我々の信仰心を捧げることでより強固になるのです。気合でどうにかなるもんじゃないよ。ジャンだって知ってるでしょ。メガタが平地に入るぞ。あれじゃ立体機能が使えない。お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。その格闘術を披露する時だ。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。
これじゃ町が廃墟になるんじゃ。それでもやるんだよ。聞いてないよそんなの。なんでここで巨人が戦ってるわけ。人間性さえ捨てる。今のエレンにお前を認識できるかどうか。よせ。無駄だ。兄から何の情報も引き出せなかったら何が残る。エレン、